さて、じゃあ解決したことだし帰ろうぜ。そうかい、そりゃよかった。花の匂い。蘭丸、どうしたんだい？振り返って。ああ、いや、なんでもねえ。ふみ、依頼か？そうみたいだな。おやまあ、またかい。面倒だね。今月はまだ稼ぎが少ない。依頼があるのはいいことだ。別に依頼なぞ受けぬでも、我らなら何とでも。滅多なことは言うな。人間、稼がねばならぬ。人間、そうだね。人間だものね。行くぞ、二人とも。お前、誰も来ないように見張っておいて。おい、帰国。帰ったぞ。これ、ずいぶんと派手になったな。お帰りなさい、皆さん。夕げの準備がそろそろ整いますよ。夕げじゃねえよ、トウキ。なんだこりゃ。なんでいきなりこんな派手になってんだ。トーガンスが町にふらりと出た時に遊郭を見たらしくて、で帰ってきて帰国さんに、武家屋敷なんて色気のないもん選ぶな、蘭丸にはこっちが似合うだろうがって言い出しまして。やつ、また余計なことを。そしたら帰国さんがこうパーッと内装を変えてしまったというわけでして。
トーガンスはどこにいる？このような華美なものはランマルに似つかわしくない。またフラッとどこかへ行ってしまいました。まあ落ち着けよライオ。綺麗じゃねえか。気分も華やぐってもんだぜ。そうだね。あいつもたまには役に立つ。帰国も張り切ったんじゃないのかい？そんなにこの色が嫌いなのかい？こんなに綺麗なのにね。黙れ。確かに花松でならいいかもしれねえけどさ。トーガンスには言っておかねばならぬ。このような華美な色では落ち着かん。良いか、ランマル。お前のことは亡くなった母親から人間世界でもしっかりと生活していけるようしつけを身につけさせてほしいと頼まれている。聞いているのか、ランマル。あ、おう、聞いてるぜ。ランマルは汎用なの？はじめまして。君、お名前は？主様に連れてこられたのですね。おいらカラカサって言うんだ。さっきの口は何？あと主様ってランマルのこと？汎用なのにみんなより偉い人なの？偉いというか、あとあの口ですが、この家自体が我らと同じあやかしなのです。帰国さんとおっしゃいまして、このお屋敷全部が帰国さんの中ですね。伸縮自在です。はあ、じゃあオイラたちは今腹の中なんだね。食べられちゃう？まさか。さて、あなたはこちらに来てください。お部屋を用意しましょうね。それでは主様、すぐに夕餉をお持ちしますので。ああ頼んだぞ、トキ。さあ、ランマル、羽織をこちらに。
旅を変えようかね。蘭丸、足をお出し。さあ、皆さん召し上がれ。魚か、しそうだな。主様たちのために取ってきたのよ。主様、お魚美味しい。おう、水目か。ありがとな。おう、うまいぞ。いつもすまぬな、礼を言う。そんな、お礼なんていいんですよ。ここに置いてもらっているんですから。ただ、一目会いたい方がおりまして。会いたい？こんなところで待ってるなんざ、人間の男か。悪いがもう、この世にはいねえんじゃねえかな。人間の寿命は、あやかしのそれなんかよりずっと短いぜ。待っていれば、輪廻の先で会えるやもしれませんから。だったら俺ん家で待ってりゃいいさ。ここからは遠くない。にしても陶器は毎日すげえな。こんなに手の込んだものを作るんだからな。生まれ持ったお役目が違うだけですよ。その代わり、私には主様と違って強い揚力がありませんでしょう。そういうもんか。うん。蘭丸、そんな食べながら話すものではない。行儀が悪いと思われてしまう。へいへい。まあまあ、主様。お口の端に。ん、なんだ。なんでもないよ、蘭丸。そうだね、陶器。え、いや、はい、なんでもないです。はあ、そうなのか。変なやつだな。おや、それより蘭丸、口端に米粒がついているじゃないか。私が取ってあげようね。おい、舐めるな。自分で取れる。こうしろ。何をしているか。ああ、お膳が。お味はいかがでした？美味しかったですか？ああ、うまかったぜ。そこらの職人よりも腕がいいな、陶器は。よかった。明日も頑張りますね。先ほどの依頼かい？どれ、読んであげようか。ああ、
って、おい！勝手に人の着物の中手突っ込むなよ！くすぐって、んなとこに文はねえ！こうしろ！はいはい。ああ、もう煩わしい雷獣だよ。これだね。おや、綺麗な字だこと。我が家の主人が先日から身をくらまし、行方が知れぬ状態です。ぜひ一度お話だけでも、って、人探しかい。人探しなら、まあ、生きてるやつなら探し出せるとは思うけどな。よし、受けようじゃねえか、その依頼。明日にでも依頼主のところに行くか。なんだ？明日は蘭丸と二人きり、久しぶりにゆっくりしようと思っていたのに。仕方がない。明日のことは残念だけど、寝る前に気持ちいいことをして疲れを取らなくてはね。こうしろ！